荒井清美、25歳。職業はフリーのルポライターです。え、結婚そうだな。絵にしかな。出会う前から始まる物語って素敵だと思うけど。 加藤美香25歳です。職業はスポーツクラブのインストラクターやってます。結婚ですか <laughs> えー、まだピンとこないけど。えー、っとね、他人同士でも空気のように特別に意識しない関係になれる。あ、そんな感じに憧れちゃうな。 志村ら美、25歳です。職業は、職業は、無職。<laughs> 現在は、家事手伝いです。え結婚 <laughs> うーんそうだな。うん。私のためだけの人。その人のためだけの私。<laughs> そういう出会いが理想なんだけどな。 高木玲子25歳職業は社長秘書ですえ結婚そうねもしも恋愛が嵐ならば結婚は打ち寄せるさざ波のようなもの <laughs> 中本静香です。25歳です。職業は動物病院に勤める獣医です。結婚って、きっと恋愛とは違う安らいだ関係とでも言いましょうか。温かな、そして優しい感じに思えるんです。